どうも、たくみのゲーム実況チャンネルへようこそ。今回は久しぶりにね、サムネとタイトル見たらわかると思うんですけど、マインクラフトをやっていきたいと思います。前までね、3本ぐらい多分マインクラフトの動画アップしてたんですけど、気持ち悪くなっちゃってたんですね。やると 3D 酔いか知らないですけど、気持ち悪くなっちゃってて、で久しぶりに、ね、やったんですよね。いろんな方の動画見たりして面白そうに思ってきて、ちょっと久しぶりにやったらなんか全然大丈夫だったんですよ。治ってたんですね。治ってたというか、まあ 3D 酔いになるんですけど、できるようになって、すごいちょこちょこやってたんですよ。でこの前 MacBook Air がつかなくなったって言った時に、データを消してしまいました。復旧もできたんですけど、なんかちょっとよくわからなかった。簡単なんですけど、なんかデータがどこにあるのかちょっとよくわからなくて、一回なんか見つけたんですけど、まあ、ちょっとわからないし、まあ、動画また始めようかなと思ってたんで、まあ、どうせなら最初からもう一回やりますかっていうことで、ちょっと最初からにしたんで、ちょっと今日からまた始めていきたいと思います。マインクラフト。行きましょう。はい、ゲーム画面ね。シングルプレイでいきます。モッドっていうの、改造みたいなのは全くなしでやっていきたいと思います。新規ワールド、前までは絶対ユニクスだったんですけどね、今回タグミでいきます。で、ゲームモード、サバイバル、ハードコア、クリエイティブレギュあるんですけど、サバイバルで、その他の設定とかは、まあ、特になしでデフォルトでいきたいと思います。ワールド新規作成、来い。いいワールドが来たらいいですね。さあどうなるんですかね。こっからマインクラフト始まってきますから、ゲーム実況、まあ、週に1本ぐらい上げれたらいいかなと思っております。そんな毎日はちょっと上げれないんですけど、まあ、週に1本ぐらい上げれたら嬉しいですね。はい、こんなところに来ましたね。おお。でこれゲーム画面録画してやってるので、まあ、ちょっとね、Mac がボワーってなんか暴走する可能性があるんですけど、まあそこら辺はちょっと音が入っちゃうかもしれないですけども、すいません。うーん、木はいっぱいあるけど、なんかね、ちっちゃい島ですね。まあちょっと向こうの方にもまだ結構あるけど、こんな感じのワールドね。まあ、とりあえず木を買っていこうかなと思います。キノコもあるね。キノコありますね。瀬戸さんとかキノコの家作ってましたよね。あれもちょっとやってみたいなと思ってるんですけど。まあとりあえず、ベッドとか、木を買っていきたいと思います。ちょっと羊さん、すいません。ベッド作るためなんで、すいません。よし、OK。羊毛が必要なんでね。すいませんね。まあ、基本的なんか、自分ルール的なものはなしでちょっとやっていこうかなと思います。なんか、座標見ないとか、あと、なんか動物殺さないとか、そういう系はとりあえずなしでちょっとやっていこうと思います。まあ、ちょっとそんな縛りかけたら、僕自身うまくないので、そもそも、さらに下手なマイクラになってしまうんで、まあとりあえず最初はなしで、まあ、どんどん上達していったら途中でつけたりもするかもしれないんですけど、まあ、とりあえずはこんな感じでやっていきたいと思います。まずね、最初の目標は1日目をね、死なないようにするということですね。1日目の夜をしっかり過ごすことですね。まあなので、まず家を簡単に作りましょう。オークでちょっと作りたいと思います。オークだよね、これ。まあとりあえず木を簡単にどんどん買っていって、まあそこで夜になる前に家をちょっと簡単な豆腐ハウス的なものを作って、まあ夜を過ごしたいと思います。あとベッドもね、ベッド使えば、まあ、すぐ寝れるのか。まあでもちょっと簡単な家ぐらい作りたいですね。おお、うさぎいました、うさぎ。うさぎいましたね。じゃあ、ちょっとここら辺は早送りでいきたいなと思います。はい、まあね、こんな感じでちょっと切れたんですけど、ちょっとね、PC の方がブオーっていってるんで、ちょっと音入っちゃってるかもしれないですけど、ほんと申し訳ないです。じゃあちょっとキノコも買っときましょうか、ちょっとだけ。木はね、40個カットしましたね。結構変わりました。
はい、ではね、ちょっとまあね、家をとりあえずここに作りたいっていうのはあるんですけど、まあここら辺にまあ作ろうかなと思ってます。で作って、でまあ最初の家を作っておいて、そこから旅に出ようかなと思います。いろいろ支度して、で僕ね、船を使って旅してみたいんですよ。船をね、なんかあんま使ったことがないんで、あんまっていうか前も使ってないような気がするんですけど、使ったことが多分ないんで、よし、こんな感じかな。まず、あ、間違えた。やべ、置いちゃった。で、まず作業台を作ります。はい。あれ？あ、そうだ、間違えた。やっちゃいましたね。これで、こんな感じですね。はい、できました。いやー、バカですね。こういうのもわかんないんで。まあ、まず、とりあえず、まあ全部これでいきましょう。おお、結構できた。結構できましたね。じゃあ、まずを、作業台をちょっと囲うように、ちょっと作っていきたいと思います。おっと。よし、ということで、もうそろそろ夜が近づいてるんで、ちょっと早めに寝ないとね、ちょっといけませんね。ドアつけたいな。まあでも、とりあえずここをちょっと開けておきます。開けて出入りができるようにはしておきます。まあ夜すぐ寝れば大丈夫だと思うんで、このままちょっと行きたいと思います。はい。これで。はい、できました、ベッド。ベッド来ました。じゃあもう早速寝たいと思います。はい。おー、初の睡眠ですね。これも。はい、朝来ました。まあちょっとドアつけますか。じゃあドアつけましょう。ちょっと間真ん中にちゃんと掘りたい。草邪魔っていう。1、2、3、4、5、5か、5だから、ここだな、うん、ここにちょっとドアつけたいと思います。まず部屋の中も明るくないね。暗いよね、すごい。で、まずドアを、
とりあえずまあこんな感じでいきたいと思います。ここら辺も見て、やっぱりパソコンがすごい暴走してるわ。すごい音入っちゃってるかもしれません。よし、ここでここにドアつけて、まあ完了ですね。まあちょっとドアの作り方調べるか、ちょっと調べます。はい、わかりました。ドアの作り方が、やっとわかりましたね。はい、バカでしたね。これがこうですね。はい、できました。ドア、多くのドア、じゃあつけたいと思います。カチャ、あれあれ、つかないの。あ、ついた。で、こうなんか変だよね。これでいいのか、まあいいのか。とりあえずこんな感じで家ができました。豆腐ハウスができました。ということで、ではね、じゃあもうちょっとね、木を買って、船を作って、旅立ちたいと思います。まああと松明とかもできれば欲しいよね。これ何、この黒いの。砂かたる砂、あれ、あ、ウサギか。ウサギこんなところに登ってるし、まあとりあえず船作るぐらいだったら、まあ何の木でもいいかな。斧、あ、斧結構作っときゃよかったな。まあまあいっか、これ掘ればまた作れるんで、ちょっと早送りいきたいと思います。はい、まあ終わりました。とりあえず、あ、苗木が落ちてる。木のね、あのカットが終わりました。斧すごい使うとなんか早かったですね。まあ当たり前のカットなんですけど、まあこんな感じで木がちょっと結構枯れたので、旅に出たいと思います。早速なんですけど、ちょっとドアはどこだ、あった、ここか。はい、まあちょっとかまどとかもちょっと作りたいんですけど、じゃあとりあえずこれを全部もう作っちゃいますね。木材にして、でまあもうちょっとあれ、棒とかも作りますか。これで、作ります。何本作っとく。はい、ではね、今からちょっと旅に出たいと思います。いやー、あ、そうだ、やべ、忘れてた、船が一番必要ですね。船、ここら辺にじゃあ苗木を植えたいと思います。ちょっとね、ああ、あれ、これと違う、まあ適当に置いときます。ここら辺に、まあ最初にね、島に帰ってきた時にまあこのね、苗木が
の木にちゃんとなってるかっていうのをね調べるのも調べるっていうかまあちゃんとなっててほしいですね。まあということで、じゃあボートをもうちょっと作ります。夜になったんでちょっと寝てから行きたいと思います。ベッドまた置かなきゃ。よし、 OK。 いやー楽しみですね。楽しみです。非常に楽しみです。旅っていうのはねそんなしたことないので、じゃあ行ってきます。まあまた今度帰ってきますよ。もっといいものをゲットしてね、いずれ。ちょっとなんか座標っていうのがあるらしいんで、ちょっとだけ最初の方なんでちょっと見ますね。F3 がこれでなんか高さとかわかるんですよね。ちょっと、まあ、こんな感じです。はい、ではちょっとねボートで旅立ちたいと思います。また苗木あるし、苗木植えてから行くか。じゃあこことここと、じゃあ旅立ちの場所でちょっと植えます。これ砂か、砂じゃないといかんの。あ、砂じゃないとダメか。まあいっか、じゃあどっか植えてきます。はい、ではね今からちょっと旅立ちたいと思います。いやーちょっと初のねボートですね。初じゃないかな、スマホ版確かボートないっすよね。いやーこれ楽、これがやりたかったんですよ本当に。だってこれやればね体力とかも減らないわけだし、もう完璧ですね。これでいろんな場所に行って、で自分の住みたい街というかステージ、島があったらここに行けばいいわけですからね。非常に楽しみでございます。あれなんか変わったぞ。あれ豚さんがいる。いやーちょっと、あー間違えた。難しいんだよねこれ操作が。よし、村とかも行ってみたいよね。村まだね僕行ったことないんですよ村。まああんまりやってないんですけど、マインクラ自体やってなかったっていうのもあるんですけど、村にまだ一回も遭遇したことがないんですね。なので、まあこうやって進んでるうちに村が見つかったらいいなとか考えつつやってますね。いやー、どうなんでしょうね。そんな簡単に村は見つかるもんなのか？まあそんな簡単に見つかったらね、みんな苦労しないっすよね。いやー、ね、そうやって喋ってたら、ああ、あったみたいなね。そんな美味しい話ないと思うんですけど。じゃあちょっとこの島に上陸したいと思います。まあ、もっとずーっとブワーっていうボートに乗ってってもいいんですけど、まあたまに着地したりしてね。まあ陸地歩いたりしてもいいじゃないですか。で、まあこれうまく止まって。よし、OK。で、ああ、え、なんでこんなところで降りた？で、船ちょっと回収してきます。あれ？回収できないの？船って。いい感じに着陸してる。あれ？船がない。あれ？あ、あったあった。え、なんで？なんでそんなところ吹っ飛んでくの？船って。アカシアがありますね、アカシアが。いやー、ここか。自分が住みたい場所も探すっていうのもありますね。うん、旅をしつつ村も探してるんですけど、若干。まあ、なんか、合ってないね。はい、牛さんちょっと、もらいやす。確か落ちると思うんですけど、うーわー、ここ広そうだな、ここ。結構広そうな場所に来ましたね。おっと。一番上だ。行ってみるか。ちょっと一番上から眺めてみたいですね。どんな風景か。っていうか、俺まだ砂掘ってないよね。砂掘ってない、俺。よし、頂点。はい。おー、こんな場所に来たんです。おー、かぼちゃ発見。初のかぼちゃでございます。初のかぼちゃ。初のかぼちゃです。ちょっと取りに行きます。いやー、初のかぼちゃですね。僕、かぼちゃゲットしたことないんですよ。スマホ版とか PC 版とか関係なしに。よっしゃー。なんか、ひつじさんくるくる回ってますけど。ひつじさん、ちょっとどいてください。これって何で掘ればいいの？これでいいの？
おいおいおい、羊邪魔です。羊邪魔、邪魔だぞ。これでいいの？おお、かぼちゃ、かぼちゃは植えると育つんだよね。あれ、もう入んない、あ、入んない。じゃあボタンを捨てる、ボタン捨てます。ボタンちょっといらなかったな。あ、羊落としちゃった。じゃあかぼちゃ、向こうの方のかぼちゃもゲッ、あれここ違うよね、草の色が。草の色が違うってことはなんか違う場所だよね。おっと、砂はシャベルだった。よいしょ、オッケー。これでいいの？あ、こっちかな。こっちで掘った方がいいのかな、かぼちゃは。おっと、ジャックオーランタンとかも作りたいよね。ジャックオーランタン結構かっこいい、かっこいいというか、なんか面白いよね。面白いじゃない、明るいし、デザイン性がいいよね。あれで明かりを灯すと、家の中とかあれで明かりがあると結構いい感じじゃない。と、石とかもちょっと掘ってきますか、このところにあるんで。石をちょっと集めて、やっぱね、やっぱねってなんだ、やっぱね、あのチェストを作らないといけないですね。早くあの住む場所を決めてチェストを作りたいですね。おお、こんな場所に出ました。砂漠地帯ですね。砂漠地帯に村があるってこともありますから。サボテンだ、サボテン、サボテン。おお、舌をやると一気に眠れなくなる。拾ってないよね。まあまあいいや、サボテンは、サボテンはいいんだよ。サボテンは村が欲しいね、村が、村欲しいね。さあ、村を探す旅へ行きたいと思います。完璧になんか住む場所決めるとかいろいろ言ってるけど、結局のは村を探したいんだよね。いろいろ言ってましたが、先ほどまで結局は村が探したいんですよ。ちょっと収録時間何分か忘れちゃったんですけど、あんま長くしてもね、ちょっとアップするのというか編集が大変なんで、基本的にこのマイクラはあんま編集しないつもりなんですけど、まあ、まったり行きたいところなんですけど、そんな瀬戸さんみたいなすごい編集とかできないんで。これ何？あ、なんか下にある。おっと、なんか発見してしまいましたね。ちょっと行ってみます。空洞がありますね。あ、ここ空いてるのか。空いてる場所だった。瀬戸さんのやつ見たんですけど、トラップがありましたね。あれ前ね、僕が前のデータ消える前まではねあったんですよ。で、あんなところ掘るのも気づかずどっか行っちゃったんですけどね。はい、じゃあちょっと海にまた出たいなと思いますよ。出て、船で移動したいと思います。ではね、ここからまた、旅立ちたいと思います。ではね、ちょっとね、このなんかね、あの動画、この動画撮ってるんですけど、ちょっとあの船で移動してる最中に話すんですけど、この動画ビデオカメラ撮ってると、なんかビデオカメラの性質上、性質というか仕様上、たまにね音が切れちゃうことがあります。10分ぐらい経つとなんか音がね、一時ほんのちょっとだけ撮れない時があるんで、ちょっと喋っててもなんか聞こえてない時あると思うんですけど、そのちょっとあの申し訳ないですね。申し訳ないというか、まあそういうことです。ビデオカメラの使用上なんで、まあ、ほんとすいません。録画できてない時があります。録画できてんだけど、録音だね、
録音ができてない時があります。はい。まあ、長時間撮ってるとこういうことがありますね。日が沈んでいきますね。じゃあ太陽の方に進んでいきます。どんどん。太陽の方へ進め。よし。では、まあ、じゃあちょっとある程度なんかあったら終わりますか。おっと、なんか光ってるぞ。あれはマグマかな。あー、マグマっぽいな。ちょっとマグマっぽいですけど、じゃあちょっと止まってみますか。あ、これは村じゃないね。あー、おっと、船じゃない、ボートが壊れた。おっと、いきなり敵ですね。初スケルトンです。初スケルトン来い。よし。うわ、いっぱいいるな。ゾンビ。初ゾンビ。うわ、クリーパー来た。いけ。危ない。よし、クリーパーいっぱいいるな、なんか。うわ、爆発しちゃった。いっぱい爆発してるよ。あー、マグマだ。あれ、急に明るくなった。急に明るくなったね。そういえば明るさ、ちゃんと変えてんのか、俺。明るさ。設定。明るいになってますね。明るいにしたんだ、そういえば。おー、マグマ。マグマあるところにダイヤとかあるって聞きますよね。ちょっと、ゾンビちゃんを殺して、見たいな。よし、マグマ落ちろ、マグマ落ちろ。うわ、やばい、死ぬ。うわー、やだな。こんなところでやられてたまるか。よし、行け。よし。え、ちょっと怖いな。怖いよ、ここ。怖い。ちょっと逃げます。ちょっと逃げたいと思います。やばい。マジでやばい。うわ、来てるよ。怖っ。これ、そんなハードとかじゃないよね、これ。ノーマルなはずなんだけど、怖い。めっちゃモンスターいた。体力も危ない。結構危ないな。じゃあちょっと、もう今回はここら辺で終わりにしたいな。マグマの近く行って、寝て終わりにしたかったんですけど。マグマの近くにして終わりたかったんですけどね。はい。じゃあちょっと、夜を過ごしてから終わりにしたいと思います。もう。ちょっといろんな場所探したんですけど、なんか、あれ、なんか落ちたぞ。船って耐久力みたいなのあるの？なんか棒とかも落ちたけどさ。なんなんだろう。よし。剣がもうない。まあ、2つあるけど。剣がさっきの戦いで消費してしまいました。うおー、やばい。ちょっと待ってくれ、本当に。いきなり攻撃されて。牛肉。あぶね。ちょ、もうやだ。やだな、ここ。ちょっと、じゃあここで寝ますわ。モンスターが来る前に。あー、寝れない。うわ、村人ゾンビいたし。村人ゾンビだし、これ。よし、来い、村人ゾンビ。お前は村人にまた今度したいんだ。どんどんやっていくうちにな。よし、オッケー。やっと寝れたって、寝るつもり最初なかったんだけど。はい、ということでね、今日はこんな感じで、村を、家を作って最初のリスポーン地点に。で、まあ、旅をしてみたいということで、まあ、村を探したり、自分の住む場所を探しつつ、ボートで旅をしていたんですけど、結局何もなく、こんなところ、まあ、無人島っぽいところに着いて終わりました。スケルトンさんがそこにいます。はい、まあそんな感じで、またね、この動画自体で、まあ、パート1パート2にちょっと分かれちゃってるかもしれないですけど、これから週1本ぐらいで、マイクラの動画更新できていけたらいいなと思っております。まあ、メインチャンネルの方もちゃんと更新していくのでよろしくお願いします。まあ
マイクラはゆっくりまったりとちょっとやっていきたいと思います。自分のペースでちょっとやっていきたいと思いますので、これからもマイクラ実況をやっていきますのでよろしくお願いします。ということでね、この動画がいいと思った方は高評価よろしくお願いします。またチャンネル登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。チャンネル登録、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録できます。下の概要欄の方にもチャンネル登録できるリンクありますのでチャンネル登録よろしくお願いします。概要欄にツイッターのリンクもありますのでツイッターのフォローもよろしくお願いします。ということで以上、こんな感じで、ありがとうございましたってやるんですよね、はい、スティーブです、スティーブです、ありがとうございました。じゃあさよなら、バイバイ。